MG メトロ 6R4MG メトロ 6R4 とは MG ブランドでブリティッシュレーランドが開発したグループ B 車両である。名前は6機とラリー 4WD に由来するローバーメトロの m g 版をベースに制作された。開発にはウィリアムズグランプリエンジニアリングやイギリスの駆動系メーカーのジャックナイトなどが関わっているとされる。ランチアデルタイ S4 と同じシーズンの発表だけ。 アリソンの印象こそ薄かった。初期の試作者には、ローバー製 V 型8気筒エンジンをベースとしに気筒をカットして作られた通称 V62V エンジンが乗せられていたものの、最終的にモトコスワースの従業員デビットウッドが設計した最高出力380から 410PS、8500rpm、ロードバージョン 250PS。 最大トルク 31kgm6500rpm を誇る、総アルミニウム製の90度 V 型6気筒 DOHC24 バルブの V64V エンジンを縦置きに搭載。前後トルク配分35対65のビスカス式のセンターデフを介して駆動する 4WD とした。グループ B の中でトップ争いをしている車には必須とされていたターボを レスポンスのために、あえて採用せず、総排気量 2991cc の大排気量なとした。フレームは、メトロのモノコックフレームをベースにしながらも、後半部を交換で作り替えられていた。ボディは、コンパクトカーベースゆえ極端に短い 2412mm のホイールベースを補うために、前後のトレッドを1510、1550としている。この数値は、 BNR34 型日産、スカイライン GT-R のトレッドを優に越す、数値である。海一チームが関わっていることもあり、空力性能は、グループ B の車の中でも良かった。しかし、川や大きな水たまりがあるセクションなどでは、水を横ではなく、真上に吹き上げて、小さな水中を作るため、遠くからでも来たことが分かったようである。生産台数は、 グループ B の規定に順じて200台余りが生産されたが、他のグループ B 車両と違い、20台がファクトリーチーム用に、残りの180台はすべてプライベートレーサーたちに引き渡され、結局市販車として販売されなかった。なお、メトロ 6R4 のロードバージョンの名前は、クラブマン、ワークスバージョンは、インターナショナルという名前だった。WRC 参戦については、 ワークスチームである MG オースチンレーシングチームと各地プライベーターにより参戦。活動時期は1985年ラックラリーから1986年のモンテカルロ、スウェディッシュ、ポルトガル、ツールドコルス、センコ、サンデモ、ラックラリーにワークス、プライベーターともに投入されたものの WRC 参戦はこの1年弱と短くアクロポリス、サファリ、 ニュージーランド、アルゼンチン、コートジボワール等比較的コストのかさむハードなステージには投入されなかった。デビュー戦の1985年最終戦ラックではトニー・ポンドが借り、ランチア・デルタイ S4 の1から2フィニッシュに次ぐ3位、入賞。1986年千0でパーへクルンドが7位、3レモではマルコム・ウィルソンが4位と WRC 全体で見れば、 ポイント圏内に入ることがやっとで安定した、信頼性は低いものの、ポテンシャルの高さを見せている。グループ B 終了後の1987年、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムや、ヨーロッパラリークロス選手権において、プジョーやアウディ、フォード勢等と参戦、その後もプライペーターにより多くのラリーイベントで、その姿を見ることができた。ありがとうございます。